おばあちゃん、おばあちゃんのウールの着物をほどきました。縫い合わせて1枚の布にします。そしたら布を半分に折って型紙を載せました。今回は裏地をつけて袖なしのハイネックワンピースを作ります。切っていきます。立ちました。こんな感じです。まずは後ろ身頃の中心をしつけしていきます。切りしつけをしていきます。が終わりましたので、これから仮縫いをしていきます。前後の脇下を縫っていきます。ここが終わりましたので、今度はこっちの端を縫っていきます。終わりましたので肩を縫います。ミシン掛けします。ミシン掛けしたらしつけ糸を取ってアイロンで割ります。布の端を代わり縫いします。次は襟をつけていきます。まず先にこの部分をミシン掛けします。その後にこの部分をミシン掛けします。こんな感じです。身ごろと襟を仮縫いして縫い合わせます。次は前と後ろの見返しを表面を内側に合わせて、ここをミシン掛けします。次はポケットにつけるリボンを作ります。折り目がつくようにアイロンで押さえます。ミシン掛けします。次はポケットを作ります。端を代わり縫いします。ポケットに丸みをつけるのでくじ縫いします。型紙に合わせてアイロンで押さえます。三つ折りにしてアイロンで押さえます。リボンを通す穴をボタンホールで2つ作ります。リボン紐を通してミシン掛けしていきます。
リボン紐を絞ってリボン結びします。ポケットは好きな位置につけてください。次は裏地を裁って本縫いと代わり縫いをします。裏地を縫いました。ゆとりの1センチ分をアイロンで押さえます。そしたら裏返して表地と裏地をつけていきます。見返しと表地と裏地を待ち針で留めます。こんな感じです。仮縫いします。襟は半分裏返して仮縫いします。仮縫いしたので一瞬だけしていきます。見返しを内側に折り込んで仮縫いします。ミシン掛けします。襟もミシン掛けします。できましたよ。